皆さんこんにちは。これはオーディオグレードの電解コンデンサーです。ムンドルフというドイツの製品です。コンデンサーで音が変わるという噂がありますが、本当でしょうか？今回はこの謎を解明していきます。コンデンサーの音を測定で明らかにします。測定するコンデンサーをご紹介します。オーディオ回路には使えないとされるセラミックコンデンサーです。電源用の一般的なフィルムコンデンサーです。スピーカーのネットワークで使われるフィルムコンデンサーです。先ほどご覧いただいたニチコンのミューズとドイツのムンドルフです。測定回路はこんな形になっています。これはアンプでよく使われる入力回路です。この C をカップリングコンデンサーと呼びます。ここを入れ替えてコンデンサーを通過してきた音を観察します。 R は抵抗です。 C と R でカットオフ周波数が決まりますが、コンデンサーの容量がバラバラなので R を調節してカットオフ周波数を 100Hz に統一します。こちらは測定装置です。今回は微小な歪みを測るために性能のいいサウンドデバイスを用意しました。この装置を使って回路の周波数特性と歪みを見ていきます。早速測定結果を見ていきます。最初に入力と出力を直結して測定装置の実力を把握します。これは周波数特性です。まっすぐフラットですね。制限波をスイープして可聴域全体の歪みを見ていきます。見えるのは基本波だけで歪みは見えません。次にコンデンサーを通した結果を見ていきます。まずはセラミックコンデンサーです。カットオフ周波数は 100Hz でした。だいたい合ってますね。可聴域全体の歪みを見ていきます。高聴波が見えます。これがコンデンサーによって発生した歪みです。基本波に対してマイナス 55dB くらいでしょうか。歪み率に換算すると非常に小さくて人間の耳には聞こえません。周波数が上がると減っていって、1キロを超えると十分小さくなります。次はフィルムコンデンサーです。これは電源回路に使われる一般品です。セラミックと違って歪みがほとんどありません。今度はフォステックスのネットワーク用コンデンサーです。一緒ですね。フィルム同士で差はないようです。今度は電解コンデンサーを見ていきます。最初はニチコンのミューズです。フィルムに比べると若干歪みが出ますが、全く問題ありません。最後はドイツの高級品ムンドルフです。ミューズに比べると若干多いですが、十分小さい値です。
ここまでの結果から歪みに関して次のことが分かりました。セラミックの歪みは人間に聞こえないレベルですが、少しでも歪みを減らしたいアンプでは問題です。これがオーディオ回路でセラミックが使われない理由でしょう。フィルムと電解の歪みは非常に小さくて全く問題ないレベルです。この結果からフィルムや電解コンデンサの歪みは音に影響しないと言えます。周波数特性を見ていきます。このグラフは先ほどご覧いただいた結果を重ねたものです。どれも20キロまでフラットですね。この結果からコンデンサーには音色がないことがわかります。ツイーターのネットワークに使われている電解コンデンサーをフィルムに変えると広域が伸びて音が良くなったように感じることがあります。フィルムも電解も20キロまでフラットですから広域が伸びたわけではありません。この現象はコンデンサーの内部抵抗に関係があるようです。これは最初にお見せした回路ですが、内部抵抗を書くとこんな形になります。ESR は透過直列抵抗といってコンデンサが持っている内部抵抗です。コンデンサは ESR の他にもいろいろ持ってますが、低周波のオーディオ回路では無視できます。 R が小さいとこの内部抵抗の影響で音が小さくなります。スピーカーのネットワーク回路では R が小さいのでこの影響が出ている可能性があります。電解コンデンサの内部抵抗はどのくらいなのでしょう。 LCR メーターに ESR を測る機能がついていますので測ってみます。測定対象は次の通りです。傾向を知るために種類を増やしました。こちらは測定結果です。縦軸が ESR、横軸が体積です。 ESR はコンデンサの体積に反比例する傾向があるようです。これはおそらく電線が太いほど抵抗が小さくなる理屈と同じです。1オームに近いものがありますね。スピーカーのインピーダンスが4から6オームですから十分影響する値です。下に見える黄色の点はフィルムコンデンサーです。内部抵抗の大きい電解をフィルムに変えると抵抗が減りますから、ツイーターから出る音のレベルが増えます。これが広域が伸びて音が良くなったように感じる理由でしょう。このあたりはスピーカーのインピーダンスより一桁小さいですからほとんど影響しません。あえてフィルムに変える必要はないでしょう。せっかくですのでもう少し見ていきます。ここは体圧と容量が違うけど体積が同じ場所です。体積が同じなら同じ結果になることがわかります。ということは内部抵抗を小さくしようと思ったらとにかく大きいものを選ぶと良いことがわかります。電解コンデンサーは振動の影響を受けるという噂があります。これを確かめてみましょう。先ほどの回路に信号を流した状態で衝撃を与えてみます。まずはフィルムコンデンサーです。ビクともしませんね。振動は全く無関係です。次は電解コンデンサーです。どうでしょう。全く影響しません。さっきと同じです。この結果からコンデンサーは振動の影響を受けないことがわかります。電解コンデンサーには漏れ電流があって、これがノイズの原因になると言われています。これは前回ご紹介した漏れ電流が大きいコンデンサーです。どうでしょう。信号を入れると歪みが出てきますが、それ以外のノイズが増える様子はありません。
AC カップリングですから直流電圧が関係するのでしょうか。試しに 1.5V の電池をつないでみます。何も変わらないですね。信号がない時と全く同じです。これらの結果から漏れ電流が原因でノイズが乗ることはないことがわかります。オーディオ用として売られている商品はいろいろありますが、一般グレードとの違いは見た目です。色ツヤのいいコンデンサーをつけると音が良くなったように感じると思います。性能については一般品と違いはありません。結局オーディオ用と一般用の違いは見た目の違いがメインと考えるのが適当です。コンデンサーの音を聞いてみましょう。今回お聞きいただくのは次の音です。1番はコンデンサーを通さずに入力と出力を直結して録音した音です。2番は37年以上過ぎて劣化した電解コンデンサーの音です。静電容量と漏れ電流が正常値を超えています。3番は新品のオーディオ用電解コンデンサーの音です。コンデンサーには音の違いがある。古いコンデンサーは劣化していて音が悪くなっているという噂がありますが、実際どのくらい違うのか、いつものように答えを伏せておきますので、原音との違いをじっくりお聞きください。お疲れ様でした。コンデンサの音の違いが分かった方はどんな音だったかお聞かせください。これまでの結果をまとめると次の通りです。電解やフィルムに音色の違いはありません。オーディオ用と一般用の違いは見た目の違いがメインと考えるのが適当です。振動も漏れ電流も音に関係しません。古い電解コンデンサは自然劣化している場合がありますが、これを交換しても音は変わらないでしょう。音に関係するのは内部抵抗だけです。スピーカーのネットワーク回路ではこの影響が出ている可能性があります。内部抵抗はサイズが大きいほど有利ですから、オーディオ用に性能の良いコンデンサが欲しいときは大きいものを選ぶといいでしょう。ご視聴ありがとうございました。